セクハラ辰典って名前だったんですよ。はいはい、それをなんでセクハラキットにしたんですか。KIDでちょっと子供っぽくいこうかなと思って。そういうことなんですね。あの子供っぽくいこうと思ったけど、あのそれも反対されてるんですね。そんなことないですか。はい、反対されてます。信義君が登場してくれましたね。あ、ありがとうございます。あ、どうも。どうもさっき自分であそこに落ちたどうも。ちょっとこのコメントを見させていただきます。そうですね、コメントを見ながらの方があの話しやすいですからね。はい、あんまりこう生徒ファンじゃ最近ライブ配信やらないですけど。あ、本当ですか。はい、あ、すごい、200人もみんなこう、あ、トラップマン、どうも。あ、トラップマン、はい、ジャムさん、こんばんは。あ、この人多分経験者ですよ。あ、俺とかジャムさんって知ってるってことは多分俺知り合いかな。ジャムさん、あ、そうです、そうです、そうです、はい。あ、お疲れ、トラップマン。佐々木さん、セクハラさんだよ、今日。どうもです。セクハラキットさんで。はい。っていうか、まだこの、なんだこの、ああ、やっと、これ、ちょっとタイムロープすごいな。やっと、信義君が今、俺の画面に出てきたけど。みんなもう映ってる。はい、あ、サンライン。え、なん、あ、カトニーさん、スパチャーどうす。ヤムチです。ナイスパー、おーい、加藤さん、お疲れ様です。どうも、お疲れ様です。あー、すごい、加藤さん、ありがとうございます。スパチャ祭り、スパチャ祭り。すいません、失礼します。ありがとうございます。ライブ配信、そういえば、あの、はい、さっき動画始まる前に、はい、信義君、身も心もさん、ありがとうございます。身も心も、あー、はいはいはい、身も心もさん、先日あのメロン美味しかったです。ありがとうございます。いいですか、メロン美味しいの。美味しい、美味しい、あのこのメロンをいただきました。ありがとうございます。サンライキング、あ、くさぎさん、くさぎさん、ありがとうございます。次元実行でコラボするから毎回びっくりだって。あ、チュッチュ多い。あ、チュッチュ多い。ロンパリさん、チュッチュ。あ、キンさん、何すか、チュッチュって。あ、すいません、なんか私の中こんにちはみたいな。あ、セクハラさんはいろんなあの名言みたいなのがたくさん。いやいや、全然全然そうなんだね。もうあの今日はたくさんさっき動画を撮ってですね、佐々木さんのいろんな、ね、やっぱりあの佐々木さんがすごい政治問題にすごいあのいろんなことを考えてるっていうのはすごくちょっとあのまた違う一面を、やっぱり初めて会った時って、はい、正直言うと僕もそこまで考えられなかったんです。マシちゃんみんな本当に7分ぐらいを飛んでたから、もうそんなの考えられないんだ。もう本当にもう、いや、そんなに飲んでた。飲んでましたもん。本当ですか。いや、俺あのあ、行きまさん、その次に言われて初めてそう思ったけど、そうなんだ。はい、あ、ナイスパナイスパ。ちなみにあの信義君は辛いものは好きって言ったけど、はい、僕も辛いものは今日やっぱりちょっと佐々木さんとちょっと辛いものの、はい、勝負とかじゃなくて、いや、これかけた方がいいと思います。あ、全然辛くなかったんです。かけた。あ、はい、美味しいです。でだからあの俺は結局その俺は辛いものを好んでんじゃなくて、辛い美味しいものを好んでるんですよ。僕もあのタイ料理が好きで、はい、酸っぱい辛いが大好き。あ、そうですね、俺も酸っぱい辛い好きですね、はい、ただ酸っぱい辛いは気管に来ちゃうからね、すぐ間違えちゃうと、吸い方を間違えちゃうとやれなっちゃうからね。タイのラーメンは砂糖、お酢、ナンプラー、唐辛子があって、僕はお酢と唐辛子ばっかなんですけども、はい、女性たちはそこに砂糖を入れて甘い、酸っぱい、辛いを全部やって美味しい。そうね、みんな好きじゃないですか。はいはい、はい、すごく美味しいです。そうなんですね。え、それで終わっちゃったもう話。違います。いや、さっきからトラックマンさんって方がよく来ていただけるんですけども。あ、そうですか。あの内藤さんのことが大好き。へえ、いいことだと思いますよ。そう、ものすごく怖いゲストがいらっしゃいますからね、皆さんとは。いでもあの佐々木さん、なぜこんな真面目になられたっていう
ちょっと待って、ちょっと待って、俺の動画見てないね。俺の動画見てないね。俺真面目になったわけじゃないから。あ、違います。真面目になったないのは分かるんですけども、やっぱり真面目な形。いや、真面目になってないのは分かるんですけど、じゃなくて常に真面目ですか。ごめんなさい。常に真面目ですか。その真面目じゃない人間っていうのは、俺は一生懸命生きてない人間は真面目じゃないから。ああ、そういう意味です。そうですね。やんちゃしてたっていう。やんちゃしてた、自分でやんちゃしてたっていうのは自覚はない。ただその一時はこう結構こう警察に捕まってたっていう時期はありました。だそれをだから、まあ、法律に触れてるから世間様ではこう不真面目っていうかもしれないけど、これは基本的にそのなんだろう、どんな世界でもどんな人間もみんな一生懸命生きてると思う。自殺してない人間以外は。日本人は自殺してる人が多いっていう自殺感とか。いや、それは俺ちょっと調べたことないけど、はい、多いのはやっぱ一生懸命生きてないから、自分の人生を一生懸命生きてたら、はい、自殺する人間なんかいないと。人生を一生懸命生きてると人間の喜怒哀楽あるように、その浮き沈みもあれば、はい、波もあるから、こうそれこそ俺は人生の中で死にたいと思う時もあるし、殺しやりたいと思う時もあるし、でもそれを実行しないのが地球に生まれてる人間なんですよ。理性があるから。そうですね、人間としてのルールがもうこの年になると備わってるから、はい、この野郎ぶっ飛ばしてやるって今思ってもやらないのは、もう人間としてのルール身についてるから、人もそういうことをやらなくなった。若い時は若さのいたり、あ、じゃないけど、まだそこまで自分でこう経験してないから、人を殴って捕まるなんて思ったことないから。確かにそうだ。だからみんな勢いでやっちゃうし、でも今の年になると人を殴ったら捕まるから殴らないんですよ。なぜか刑務所に入りたくないから。なぜか家族と一緒に花丸になれたくないから。俺がいなくなったらじゃあ家族は誰が守るんだ。若い時に人を殴って捕まるなんて思ったことないし、人を殴ってなんか怪我した人間のことを考えたことないし、でもこの年になって経験してくると、殴ると怪我した人間を大怪我したり、下手したら死ぬかもしれない。そうするとやっぱりその人だけではなくて、その家族とか周りの友人も傷つけることになってしまう。そうです。そうです。自分の家族まで傷つけることになっちゃう。だから俺は決して今は真面目になったとかそうじゃなくて、すみません、言い方が間違ってた。俺は常に真面目で一生懸命生きてて、はい、今は52歳で今の時代に今自分が順応して今一生懸命生きてる。でも52歳よりは若く見えますよね。いや、52歳より若く見えるように自分でしてます。ありがとうございます。なんですか。だからね、その何をもってして終わるか、何をもってしてこう不真面目かは俺は決められないですけど、一生懸命生きてる人間に対して俺は尊敬しかないんですよ。で、今俺が こんなくだらない、くだらないっていうか、俺がそういう話してきて、じゃあ信義君は自分は何のために生まれてきたと思う。まあ何か意味があるまあ、僕は何のためにするならやっぱり自分が幸せになるために生まれてきたっていうのがまあ一番大きく感じますね。マジで。はい。で、まあそれはお母さんお父さんが見つけて、まあ幸せになってくれるように、いい人生を歩んでくれるように、その中でまあ僕はいろんな失敗をしてきたんですけども、まあ今気づいてるってことはまあ2回の大失敗だって長い形で、やっぱり家族とか。周りの人やっぱり迷惑つけたくない、寂しくさせないっていうのがやっぱ今心の中で強くまああった上でやっぱ生活してます。それですかね。そうですね。それからキッドさん、はい、何のためにもらってきたの。そうそう、今その質問を信義さんに投げた時に私も考えたんですけど、正直その何のために生まれてきたんだろうと思った時、やっぱ分からなくて、だからそのじゃあ何のために今生きてるかって言ったら、やはりそのやっぱ家族のために生きてるから、
大切な人っていう、いや何のために生まれてきたんだろうと思って、まあ、分かんないですね。そ人間って生まれてくる意味ってそんなないんですよ。あでも、はい、人間として生まれて、はい、この地球上で生を持って生まれてきた以上は、はい、自分が生として生まれた以上のこの命を全うしなきゃダメなんですよ、はい、そこに嫌なこともある、苦しいこともある、悲しいこともある、でもその後に楽しいこともある、嬉しいこともある、生きるために生まれてるんですよ。そこに自殺なんかないから、生物ってみんな命を持って生まれてる人はやっぱこう自分でこの命を全うしなきゃダメなんですよ。だからもう本当に死期が来た時に生きたいと思ったって生きられないから。そうですね。だからそこに対して何のために生まれたと思う前に、まずみんなに一生懸命生きてほしい。そうですね。何のためにとか、誰かのためにとか、何のためじゃなくて、とりあえず自分の生命を一生懸命全うしてほしい。そうすると、おのずと多分人生がって、本当ね、楽しいと思うよ。そうですね。楽しい人生になるきゃ、嫌だよね。そうですね。あんまり多分そう思ってないから嫌だよね。ちょっと待って、それダメだよ、キンキンだよ。質問が深かったでも答え見つからなかった。いや、あんまりこうだから深く考えすぎなんですよ。実際でも答えなんかないけどね、はい、答えがないから我々はこう生きてるから、生きてる中で楽しいからね。答えが分かっちゃうとつまんないでしょ。だって友達の命が小さい子だったんで、はい、今すごく考えました。あ、本当にそうですね、人生を利用したかなっていうのもありますし、そうですね、だから、まあ、俺の後輩にもそういう人いたけど、でも結局仲間外れにされたり、こうつまみつきにされたりとか、はい、いろんなこう人生でいろんなのを使って、はい、そうやって自分で自分の生命を絶つ人間いるけど、俺そういう人間に言いたいんだよね。その瞬間そのことだけ嫌に思わないで、もう360度を自分で見渡せるんだから、はい、その中で自分で本当人生って捨てたもんじゃないから、そこの一点だけ自分でこう、はい、殻を閉じこもって見つめるんじゃなく、360度深呼吸して見直したら人生って楽しいから、本当にこれロッピーさん楽しく行こうよ。ロッピーさん、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 楽しく行こうよ。あ、エンセンさん来てますよ。どこですか？コメント。エンセンさん。あ、そうなんですね。俺エンセンさん、エンセンのこのアサンド初めて見る。本物の方です。あ、そうなんですね。はい、いや、嬉しいね。ありがとうございます。エンセンでも知ってるんですか？知ってます、知ってます。エンセンはでも YouTube 始めたら一番最初にコラボしようって言ったんで、分かったって言いながら全然コラボ来てくんないよね。どういう経緯ですか、そのつながりなの？要はエンセンと知り合ったのはそれこそ西葛西で、それこそなんとアウトロ系の人間じゃないけど、そういう関係の人間がこうエンセンと一緒に来て会って、それこそ今からそうですね、20年前かな、そうだね、リンカさん、ナイスパフォーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。リンカさん誰ですか？わからないです、わからないですか？リンカさん、ありがとうございます。佐々木さん、とても、はい、いい話、いい話しますね。ノブさん、シロさん、今後とも佐々木さんをよろしくお願いします。はい、お願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。します。ありがたいですね。エンセンさん、佐々木さん日曜日試合です。あ、そういえば多分エンセンは知らないと思う。あ、知らないです。試合っていうよりも、まあ、アマチュアのスパーリング大会ね、1分2ラウンドね。多分みんな知らない、そうだ、さっきのアカウント、はい、大会名ね、はい、ちょっとこう。あ、タンポポさん。見せてあげないと。ありがとうございます。ちょっと、ムロさんお願いします。はい、あ、ボクミさん、昨日ありがとうございます。壁によく映るように。一応、今週の日曜日、10月23日、大阪のこのアマチュアのスパーリング大会に出るんでね、みんな応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。